今回はこちらのルックのチュートリアルとリセから新しく出たこちらのパレットのレビューをしていきたいと思います。では始めましょう。はい、ってことで今回こちらのパレットね、リセの、限定のパレットを使っていこうと思います。で、お店とかでスワッチはちょっと軽くしたけど、これを使うのは初めてなので、まあ、第一印象みたいな感じで撮っていこうかなと思います。で、私が買ったのはピンクの方ですね。あの色がピンクブラウン系のものでチップがついていて、で、中がこんな感じです。で、まあ一番ね、まあ見てわかるようにマット色がないんですけど、マットや、パールの質感が使えるパレットになってるっていうことなので、別にまあこれでルックが作れなくはないので、今日はそれをやっていこうと思います。で、早速もう入っていこうと思うの で今日はじゃあちょっとね、この色を使っていこうと思います。で、指でスウォッチした感じだと結構いい感じだったんだけど、今筆と、ね、指じゃだいぶ変わるので、マットとパール感って書いてあったけど、確かにこれはこれでマットとして結構成り立つっちゃ成り立つ。そんなにツヤがツヤ感がすごい強いわけじゃないから、これはこれでマットのアイシャドウとしても使えそうかなと思います。ちょっと筆変えますね。もうちょっとね、私の好きなこのモーフィンの E27 を使った方がいいかもしれない。断然こっちの方がいいかも。だいぶほら結構いい感じに発色してると思うんだけど、悪くないかな。で、ちょっと早送りします。っていう感じ。結構優しい色で、全然本当にマット感が出るから、結構ね、生放送でもこのお話をしたんですけど、結構やっぱりマットがないからマットのシャドウがあった方がいいねっていう話してたけど、これはこれで別に全然マット感があるからそんなにテカテカしてないし、やっぱりこれ普通にこのパレットだけで絶対いろんなルックができると思う。じゃあこっち側もやっていきます。はい、で、こんな感じになりました。で、次はこっちのここの茶色を使っていこうと思います。これはどうなんだろう、これも同じような感じになるといいな。これもなんだかんだでマット感みたいなのが出る。やっぱ筆を使うと、そう、なんかマット感が出てる気がする。全然キラキラしてないから、使えるね。すごいギラギラしたルックしか作れないかなとは思ったけど、意外と馴染んでる気がする。全然悪くないね、これね。いい感じ。はい、こんな感じ。
うん、いいね、いいね、いいね。じゃあこっちもやります。こんな感じですかね。で、ちょっとここをコンシーラーとかでポンポンとして、まあここはもう本当に好きな色で構わないんですけど、どうしようかな。せっかくなのでドラメ感のあるシャドウを買おうかな。なのでどうしようかな、どうしようかな、迷うね。じゃあどうしようか、これにしようかな。これにしてみます。もしかしたらあんまり分かりづらいかもしれないけど、これは指で混ぜます。まあ、指でやるとキラキラ感が増すので、指でつけていきます。電池切れるかも。きれい。あ、すごいきれい、きれいなキラキラ感になってる。存在感がバッチリありますね。キラキラ感って意外となんかそんなに目立たないとか細かすぎるとかあるけど、これはこれでちゃんと存在感があってすごい素敵。いい感じ。ちょっと落ち着くね、やっぱりこの色にすると。ベージュ系だとベージュ系でいいんだけど。じゃあこっち側もやります。そしてバッテリー交換。はい、で下やっていきます。なので上で塗った順番通り、ピンク、このピンクとこのピンクと茶色とぐらいかな。もしかしたらこれ使うかも。ちょっとこれ使おうかな。多分これもちょっと使います。でここの目頭のところはこれ塗っていこうと思います。で茶色も入れてきます。目頭に一番明るいベージュ色でアクセントっていうか、アクセントつけていきます。こんな感じかな。あとはアイライナーとまつげつけて終わりです。はい、でアイライナーとつけまつげもつけて、で残念ながら私はあのビセのリップとか持ってないんだけど、なので違うブランドになりますが、メイベリンの、カラーセンセーショナルリップスティック C の BE639 を今日使っていこうと思います。結構可愛い色でマット感のある色になります。こんな感じっていう感じで、このルックが終わりました。いかがだったでしょうか。私としてはね、このパレットはすごく使えると思うし、多分、まだまだ他のパターンのルックも作れるかなとは思っています。で、まあ確かに、マット色入っていないけど、マット色寄りのものもあるから、まあそういう感じで使えなくもないっていうのが多分このビデオで分かってもらえたと思います。なのでまた違う機会の時にまた違うルックとしていろいろ作っていこうかなと思っています。まあ、そんな感じでね、皆さんはどうですか、このパレット。買われた方もいらっしゃると思うんですけど、どうでした。私はね、これゲットできたのは早くにゲットできたの、多分土日
発売前に先行発売で買えたんですね。なんでかっていうと、そう、名前言っていいか分かんないけど、視聴者さんが教えてくれて、問い合わせしていて、その人がドンキとかイオンとかで、お問い合わせしていて、情報をいただいたんですけど、ありがとうございました。おかげで先行発売に間に合いました。で、こちらの、パレットなんですけども、値段が2500円ぐらいだったと思います。で、他にも、もう一個色があって、そっちはブラウン系が多いパレットになります。私はピンクブラウンを選びました。そんな感じです。またね、使った人がいたら、感想とかどうだったのかとか意見をぜひ知りたいので、ぜひコメントに残しててください。ではそんな感じで今日のビデオが終わります。では。